はい、こちらね、私が、先ほどから紹介させていただいている、難波小田ロード周辺で買ってきたね、ウルトラマン20円ワゴンセールの時に、以前は、仮面ライダーばっかりを紹介させていただいたんですけど、今回はね、ウルトラマンの方を中心に紹介させていただいているんですけど、これね、めちゃくちゃ出来が良さそうな感じなんですよ。で、これはちょっと残念なことに、ブックレットが付いてないんですけど、これね、見えます？このスペシウム光線みたいな。この技のやつね。これちょっと開けてみましょうか。ものすごい出来いいですね、これ。あ、他のもいいんですよ。特にね、これは。ちょっと待ってくださいね。こちらと、これ開けるの初めてなんですよ、僕。さっき言った飲み仲間の人がいてね、その人たちにはこういう、開いてない状態をね、見せてたんですけど、このね、開けてどうのこうのっていうのは初めてです。ちょっと待ってくださいね。これね、こう、手と手がついてまして、ほんで、台座もついていてね。あ、ごめんなさい。ほんで、これすごいですね、これ。これ必殺技のやつでしょうね。ちょっとつけてみましょうか。で、これがね、こっちでいいのかな？ちょっとお待ちくださいね。ほら、すごいでしょ、これ。すごいね、この左手をね、この額にこう、ごめんなさい、額にこう添えてるところね。うわー、これちょっと待ってね、お尻の規格の位置が、これ間違ってるね。ちゃんとこう背筋をこうして、きれいにして、マンさんに失礼ですね。ほら、多分こういうことですよね。と思うんですよ。角度的にこうじゃないと思うんですよね。やっぱこうでもないし、やっぱ多分角度的にこの模様のね、腕のこの分かります？赤い続きがこうやと思うんですよ、ほら。この続きがね。で、そうです、こうだ。すごいね、ほら。すごいね、これ。これほんと目がね、また綺麗なんですよ、ほら。クリアなんかな、これ。なんか綺麗に、ね、ほら。わ、いいね、ほら。この時のウルトラマンいいね。あ、他のもいいんですよ。多分、なんていうのかな。こう？ 違うね。これじゃないね。違うね。まあ、なんかのね、ワンシーンやと思います。これ、できいいね。これ、すごいですね、これ、この必殺技のこれね。はい。こんな感じで、ちょっとこれ、長くしそうなんで、もうさっきちょっと ビール入れときますね。これ、気に入った。今までのも結構いいんだけど、これ、特に気に入った。いいな、これ。ブックレット欲しい、あ、ブックレット欲しかったな、これのね。ちょっと待ってくださいね。うわ、いいな、これ。ちょっとなくしてしまいそうな細かい部分なんで。こんな感じをね、またどんどんね、ウルトラマンさんの方を20円ワゴンセールで買ってきたやつをね、どんどん紹介していきたいと思いますので、私のね、内容がいいと思ってくださる、ウルトラマン好きの方、ぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。